こんににちは。は本日は江川邸に訪れてます。今回は初めての太麺に挑戦しようかと考えてますえ太麺は初めてなんですかはい江川邸は本来細麺がメインですからええなんで細麺がメインだと言えるんですかそれはね江川邸の本店である小金井のお店では細麺しか使っていなかったんだ僕の記憶では本店で使っていた製麺会社では細麺しか注文してなかったという理由だと思います 今は麺麺所から太麺も注文すするようになったんですねいや今は江川邸も自家製麺としての製麺所も運営しているのでそちらで太麺も作られるようになったみたいだよそれにしても江川邸ってご自分の名字を付けるくらいだからご主人はこの店に命かけていたんですねいやそれは違うんだ江川邸の名前の由来は1979年の江川卓巨人軍入団の年に開店したので 江川邸って名付けたそうだよ。おそらく怪物と言われた江川すぐるの将来を予想して、ラーメン界で成功しようという希望の名前だったんでしょうね。え、命運かけた天命ですかロマンありますね。江川邸については初期の頃から知ってるから、いずれ詳しく語りたいですね。今日は太麺にするということですけど、大して変わらないんじゃないですかうん。僕もそう思って本来の姿を崩したくないので、細麺にこだわってきたんだ。 こだわりがあるんですね。こだわりの強い男の人って、面倒くさくって嫌いですけどね。おう、そうですか。あ、来ましたね。これが基本パターンの中華そばの太麺版ですね。そう、僕は基本パターンしか食べないのがこだわり。ははは、その昔はホープ県系のラーメンはとさッコと並び称されるくらい脂っこいラーメンの代表でした。今では背脂ラーメンとしてもそれほど突出したこってりではなくなりましたけどね。 東京中こってりだらけになってしまったからねですよねさて麺を持ち上げるとずっしり感がいつもよりありますよちょっとドキ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 あれれこれはこれは何ですか全然風味が変わるよえどういうことあれよあれ千駄ヶ谷のホープ犬あれの感じがするえそうなんだ太麺にすると千駄ヶ谷ホープっぽくなるんだこれはびっくり 口に入った時に背脂のこってり感がハードに感じるんだよまさしく食感食感が変わるんだよ味までも変わったみたいに感じる麺を変えるだけで総合的にこんなに受ける感じが変わるんだねこれは勉強になったわ江川亭の新しい魅力を知ったんですねそう今更さらだけど初めて知りましたねしばらくは太麺オンリーにしようかな相当気に入ったんですねもともと江川亭のファンだからね うまい一杯ごちそうさまでしたところでこれからの予定は吉祥寺に行こうかなと思ってるんださてはホープ県本舗本店ですかそうあそこのレポはまだ一度もアップしてないからねあとは吉祥寺の町動画を作る予定だからお楽しみにはい楽しみにしておきますそれでは皆様最後までご視聴ありがとうございましたまたお会いいたしましょう